お茶の水ロックは、テレビ東京で2018年1月18日から3月8日まで放送されたテレビドラマ。ただしその前後、2018年1月11日放送分は、事前特番、2018年3月15日放送分は、テレビドラマと同内容の舞台版メイキングを放送した。断水、以来のテレビドラマと舞台演劇の連動企画を行う。 ポリゴンマジック制作によるオリジナルテレビドラマ。キャストは地上派進やドラマと舞台の音楽劇療法に出演、さらに舞台では劇中ロックバンドとして楽器の名前演奏に挑戦する。ロケ地は舞台となるお茶の水駅周辺のほか、墨田区京島三丁目の下町人情キラキラ、立花商店街内原公園でも行われた。 ミュージシャンなら誰もが憧れる日本武道館。子供の頃から同じ夢を掲げた兄弟は、母の死後に別の道へと進んだ数年後、兄の片山亮は人気バンドザダイ,イズキャストの音楽プロデューサーへ、弟の片山はじめはロックバンドジダラバッジを結成し、ギタリストへと道を分かれた。兄に認められた一心で、死はギターボーカルとして、 ジダラバッチでの武道館を目指す。園のキャストはテレビドラマ版、舞台版共通。ただし、T&E ミュージック校の人物は舞台版、その他校の人物はテレビドラ版にのみ出演。登場人物の年齢に関してはすべて公式 HP のチャートより引用。片山はじめが中心となって結成したロックバンド、ジダラバッチ。当初は5人組バンドだったが、 三浦の脱退により、2017年10月以降は、死と下記の3名で活動を行っている。現在、レーベルには所属していない。ザダイズキャストイダラ・ぼっちと、ライバル関係にある、ロックバンド。片山亮が代表を務めるレーベル、クリムゾンスカイレコードに所属している。元は、ヘブンズドアというバンド名だったが、ビジュアル系の印象が強いとして、スケの指示により、 ザダイ,イズキャストと名称を改めた。略称はディク。クリムゾンスカイレコードのスタッフ突如電撃解散した、伝説のロックバンド。片山亮、桐山淳也以外のメンバー構成は不明だが、舞台版では、スケと桐山を含めた4名分のシルエットで、ザクローのメンバーが表現されている。お茶の水ロック、ザライブステージマイナスは、 2018年3月30日から4月15日までの間、アイア2.5シアター東京で公演される大関、前演出の音楽劇。なお、千秋楽ではライブビューイングが行われる。稽古の様子や舞台メイキングは、テレビドラマ放送後翌週の2018年3月14日に放送された。七尾作画によるコミカライズが、 月刊コミック寺院で2018年1月号から2018年11月号まで連載された。2018年3月27日、発売 ISBN9 兆7840億4069万76282018年10月25日。 発売 ISBN9 兆7840億4065万1194お茶の水ロックトラックザダイイーズキャストは片山玄安サンツルユーチョによる角川ビーンズ文庫より2018年4月1日発売のライトノベルイラストはコミカライズと同じく7世が担当 ISBN9 兆7840億4106万8267 お茶の水ロック、ザライブステージマイナスに関するカテゴリー、お茶の水ロックトラックザダイズキャストに関するカテゴリー。ありがとうございます。